堀井利方は、江戸時代後期の幕臣である。通称は、蓮吉、小四郎。官位、伊賀守、伊豆守。父は、堀井利哲。母は、溝口忠富の娘。妻は、林十歳の女。堀井利博は四男。堀井利岳は孫。義理の兄弟には、鳥井大蔵、林福斎良。堀秀政の弟、堀井利重の子孫。 文政四年一月十一日、西丸書院版から使い版に転任。文政十年六月八日に、大阪目付代。文政十二年四月二十八日に、西丸目付。天保二年八月十七日に、本丸目付。天保六年九月二十日に戦闘付となり、伊賀守を称する。天保七年十一月八日に、大阪西町奉行となるが、翌天保八年には、 大塩平八郎の乱が勃発する。年方は、東町奉行、後部義介と共に、その鎮圧に当たったもの,の、の乗馬が銃声に驚いたために落馬するという不名誉な逸話が残っている。その後、天保12年6月20日に不審奉行、10月15日に作事奉行となる。高下2年5月4日、火事で焼けた江戸城。 本丸御殿の不審に携わった功績により三百国を加増され、二千八百国を領する。また、五月九日に大目付となり、安政三年六月二十九日からは道中奉行を検体する。安政五年二月三十日に留守居に転じる。万円元年には、この李博士が切腹した。文久二年七月四日、隠居して、孫の李武に家督を譲った。 源氏元年11月16日に死去。母書は元東京都文京区の源の里指示。幕末維新大人明治天下巻423ページ。ありがとうございます。